ユージと言うたら見といてくれよ、マジで。そのままたちは。サンドバッグだろ、エミ太郎は。主婦たちの。もうそう、幸せを願ってほしいよね、本当に。こういうババアたちがね、書いてんだよ、また。この音ですか？炊飯器です。電話じゃないです。炊飯器の音です。アイドリングじゃないです。炊飯器。保温中です。うるさいですか？すいません。真空にしてるんだね。空気を。うん。すいません、うるさくて。うん。いや、切れないです、それは。まあ、いいやつなんかわかんないですけど。うるさいですか？水槽はないです。あ、子供とミツは寝てます。10分ぐらいですか。530番チェックします。セイジ君、お話が面白くない。よっさんとか見て勉強してる？よっさん、よっさんの話ってことは、よっさんリスナーってこと？うん、よっさんの配信で勉強になるか、どうすかね。なります？よっさんが一番面白いですか、雑談は。ん？よっさんが書いてんのこれ。うん、ならないよね。ならない。うん、ごめんなさいね。多分本人が書いてるかもしれない。ねえ、森さんよりは上じゃない？で、猫撫でてるだけでしょ、だって。うん、でも本人が書いてるから。うん、だってあのよっさんの雑談聞いてない、猫を見に来てんでしょ、ほとんど。あれ猫リスでしょ、だって。猫いなかったら閲覧200人くらいじゃないの？800人はね、猫ちゃんのクドリスナーでしょ。クドリスでしょ。よっさん見に来てないでしょ、あれ。そうでしょ。よっさんは200人ぐらいしか持ってないですよ、あいつら。だから、クドちゃんが逃げちゃったり、死んじゃったりしたら、200人ぐらいしかいない。そうでしょ？キッチンパピオンは200人です。クド率が多いんだよ、だから、いつも重大発表でしょ？何にもないのにさ。狼少年になってるよ、ちょっとね。毎日重大発表だもんって。ネタがないんだよ。展開も何もないでしょ、だって。ずっと家で酒飲んで雑談してるだけでしょ。このよっさんがどうのこうのって言うからさ、イベント出て92位でしょ。もうダメなんじゃない？いや、天然さん毎回じゃないよね。よっさんが結構多いよ、重大発表。536ずっと連投してる。ずっと連投してる。次書いたらブロックね。うるさいんだよ。正論言ってるだけです。思ったこと言ってるんです。ね、僕もリスナーだからね。配信してなかったらね。見てますよ、全部。今日山田リティが一番沸かしてたね。今日はね、あの子が。BGM もかけちゃってね。すごい叩かれてたよ。あたいって言ってね。あなた本当配信のだね。自分の彼氏が亡くなっててね。遺骨が欲しいって。500回ぐらい言ってた。まあでも彼氏の骨だったらね。欲しいかもしれないけどね。湧いたよね。2500人ぐらい。山田って名前につくやつはバカなのかね。部長山田、山田リティ、ろくなやついないね。サイコパスすぎるよ、ちょっと。ね、田んぼの田がつくやつはダメなのかな、やっぱり。なんで亡くなったの？あんま詳細はよくわかんないけど、
まあ、自分で命を絶ったらしいよ。どういう自殺か分からないけど、うん、本当に死んだのかも分からないけど、僕もあの北海道行った時、あのアルファードのね、あの中古車をね、あのレンタカーで貸してもらったんですよ。うん、リュウちゃんリュウちゃんつって初対面でね、気さくに話してくれたんだよ。うん、まさかあの子が病んでるとは思わなかったね。うん、結構明るい人だったからね、お兄さんと一緒で。略奪したの？略奪？ちょっと待って、リュウちゃんって奥さんいたの？え、独身じゃなかったの？既婚なの？子供は？不倫だったの、山田リティが。離婚とリティ関係ない。不倫なの？離婚はしてなかったの？不倫関係、子供は嫁が見てた。離婚はしてた。最初は不倫で離婚したの。山田リティと関係なしに離婚して、うん、離婚したんだよ。だから親が怒ってる。結婚してた、離婚した。山田リティは関係ないのか。後から離婚した後に山田リティと付き合った。でも籍入ってる状態で山田リティとの関係はあった。不倫なの。だから池ちゃんと仲悪くなってた。不倫して離婚したから親が怒ってる。不倫して離婚したから親が怒ってる。ああ、ほんで彼女のリティが骨をくれって言ってるから冗談じゃないってことか。元嫁は葬儀に行けたけど山田リティはダメって言われた。ああ、僕もね、葬儀関係で働いてた時、そういうケースありましたよ。本妻が葬式開いて喪主でね、後から不倫相手が来ちゃって葬儀場に、あの喧嘩になってたよ。奥さんいるの知らなかったんだけどって。どういうことって。死んだ人はもう死人に口なしだから。そういうケースありましたよ。死んだ後に本妻と不倫相手が揉めちゃってて葬儀場で、え、どういうことって。あの人奥さんいないって聞いてたよって、修羅場だって。そういうのあるよ。だから内緒にしてる人、本妻に不倫してるの、彼女が来ちゃって葬儀場に、ショックなんだけど、死んだのもショックだけど、本妻がいたなんて、いや彼女がいたなんて。そういうのあるよ。クズがいるよ。だからうん、だから不倫はダメだよ。うん、僕葬儀屋さんじゃないけど、葬儀屋の下請けで働いてた。うん、僕はね、不倫とか浮気とかは一切縁がないですね。一途なんですよね、僕は。付き合ったり結婚するとね、一切ないですね、本当です。うん、だから普段からそういう不倫とか浮気とかするやつは普段から嘘ついてんじゃないの、自分の彼女とか奥さんに。うん、嘘つきはさ、ね、浮気者の始まりだよ。絶対自分の奥さんとか彼女に嘘ついてね、違う女んとこ行くんでしょ。うん、やめた方がいいよ。正直に生きた方がいいよ、もうちょっとね。うん、ダメだよ。うん、本当に大事にした方がいいよ、自分の奥さんと彼女。うん、不倫はダメ、浮気もダメ。え、嫌でしょ、あんなの。奥さんに黙って隠し事とか。僕はね、嘘つけないからね、笑っちゃうのよ。正直に言ってごらんって言われたら、嘘ついてたら笑っちゃうのは、バレちゃう。うん、バレるから俺、下手な妄想。うん、すぐバレちゃう、悪いことしてるなって。ねえ、嘘つけないですよ。
リュウちゃんが本当に死んだの？ちょっと考えられないけどね。本当なのそれ。なんかコロナの後遺症のうつ病で病んでたって聞いたけどね、ちょっと。うん。なんでその自分の命を自分からね、投身自殺？飛び降り？そこまでするような人に思えないんだよね。うん、7日でしょ、今日何日？ 14 日か、7日、1週間経ってるのか。うん、痩せてたの。へえ。しんどかった。コロナ後遺症のうつ多いよ。あれ、こうちゃん大丈夫？なんかうつ病じゃない？ちょっと今コロナの、こうちゃん大丈夫？コロナうつでしょ？大丈夫？ゼロワン大丈夫かな？ずっと配信してない。コロナうつでしょ？ツイッターとかつぶやいてる？コロナうつって今あるらしいですよ。なんかやむんだってよ、コロナになった後。ツイートとかしてる？つぶやいてないの？たかしが言ったけど、どんな感じか分かんない。生きてるか分かんない。うん、やる気がなくなるんだ、何にも。うつ病自体がウイルス原因って研究もある。発症と同時にうつになっている。やる気が起きなくなる。たかしがゼロは病んでるって言ってた。大丈夫かね。2週間も家にいる？あ、いるとね。確かに。電気真っ暗だったの？僕はね、うつ病はちょっとなったことないですね。助けてあげてよ。配信外でうつだって言ってた。もともとうつあったよ。配信やりたくなきゃ、イベントは。いや、だってナイスもやんなきゃいけないじゃん。うん。友達だから心配してんだよ。ナイス諦めてる？もともと薬飲んでんの？明日がタコシ見に行く。感触すごい？感触なってる？感触今の。何今の？感触。電話、1時に電話？ちょっと非常識じゃない？ 1 時過ぎに電話は。うん、ねえ、いくら無職だからってさ。起きてる？昼夜逆転してる？昼間寝てる？電話迷惑だよ。うん、後悔するかもよ。だって明日高志が行くんでしょ。うん、昼から会うんでしょ。それでいいんじゃないの？それでいいでしょ。昨日で解除。あ、ツイキャスね。まゆちゃんっている？うん、大きなセレスよ、597号さん。うん、距離が近いです。あなたフォローしてたらフォロー外してください。いらないです、あなたみたいな人。うん、帰れ。お前みたいなのいらねえから。あ、してないんですか？じゃあ見なくていいよ。なんで来たの？フォローもしてないのに。他行ったら？わざわざ来なくていい、うちに。普段誰見てんの？ 597 号さん。そっち行ったら？来なくていいよ、わざわざ。何してんの？どこのリスナーさん？うん、フォローもしてないの、来なくていいよ。今見ていいのはフォローしてる人だけ。僕のフォローしてない人は見なくていいです。うん。597号さんは誰見てんの？普段。誰見てる人？フォローしてない人見ないでください。うん。フォローゲンなんで。うん。見なくていいよ。フォローゲンだから。もう体巻いて寝ちゃってください。早いでしょ、明日。6時起きでしょ。フォローしてる人だけ見て。
いらないよにわかは、うん、自分のフォロワーさん、ね、自分のフォローしてる人だけ見てよ、うん、ね、寝てください。フォローしてない人来なくていい、うん、あ、ありやす、めめさん、あ、めめさん名前長いな。あ、機材が不具合なの。あ、機材不具合あれです、機材不具合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 です、機材さんあれです、機材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 あれです、大丈夫かな、もう機材あれです、機材あれです、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます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 、ごめんなさい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 、いっぱい買っちゃったのこれ、ごめんなさい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 、何個あんのこれ、あと何個あります、1個ずつなんでしょこれ、不具合だわこれ、もう大丈夫かな、投げた全部、これ1個ずつのアイテム買わんで、マジでこれはいらんやろ、いや、もらえるんだったらもらえますけど、全部投げちゃって。20個買ったの、あと何個あんの？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。何個あんのと。ごめんなさい。ごめんなさい。42個。あ、ごめんなさい。1個ずつしか投げれないって、どういうシステムこれ。ごめんなさい。運営さん、これやめようよ、これ。これ1個ずつしか投げれないって。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん、1000円のがいいよね。これなんでこれ買っちゃったのこれ。これ、ごめんなさい。ごめんなさい。しかも安いしね、これ。1個20円いかないでしょ、これ。ごめんなさい。ごめんなさい。なんで安いアイテムをね、こう1個しか投げれないシステムにしたの、バカ野郎だよ、これマジで。うん。ごめんなさい。カソだったらいいけどさ。ごめんなさい。どういうメンタルで投げてんだろうこれ。うん、投げれないよ普通だったらこれ。うん、12円なのこれ。うん、これ100個ごめんなさいって言わなきゃいけないの、100個買ってたら。うん、もう投げたのかな、もう。もうこれ買っちゃダメ。うん、もうまあいるんだって、まだ欲しいっちゃ欲しいけど、あと何個ぐらいあるのかな。うん、1個40円だけど入るのが12円とかっていう噂。うん、あ、ガチレスお断り、603号さん、エンタメやんか、過疎のあれかな、配信者さんかな、うん、エンタメやんか、ガチレスやめろよ。12円なのこれ1個、もうちょっと高い高いアイテムだったり、ええ、ありがとうございます、たくさん、切りつもだけどね、ちょっとやめてほしいよねこれ。71個、67個もらったの、これ逆だったらよかったね、1000円のやつが70個だったらよかった、うん、いや12円だからね言うて、うん、そればっかになっちゃうんだって、うん、嵐みたいになっちゃうね、12円らしいよ1個、うん、安すぎるよ、だって5万円とか、そっちを作ってほしいよね、1個3万円とか、あ、5万円とか、下をさ1個40円の入っても1個しか、嘘だろ、お前が、お前がアラブ石油ビルゲイツサトバクサマサシコイタッパメメちゃんやってやってやめめさそうやらすこい、
これをねまとめてね投げてほしいよね。まとめてこれを、これはもうないのかな。これはもうないの。これは総理ありです。72個です。これ欲しいよね。これが欲しいわ。1000円のやつ、これをお願いしたいよね。持ってないですかね他の方。前もあったよね、まとめて投げれないやつ。多分ね、まとめて投げると買ったと思うよ。1個しか投げれないんだもん。後から気づいた人多いんじゃない。盛り上げ猫も20円とかでしょ。あれもいらないよね、あのアイテムも。あれクマちゃんばりにこう自己主張強いでしょ。20円とか40円でしょ、盛り上げたい猫は。あれはいらないよ。バカなのかな運営さん。安いくせにアニメーション派手でしょ。あれはいらないよ。熊のがいいよ。何を盛り上げてんのあれ。猫ちゃん来たって盛り上がる、あんなの。20円だよあれ。延長代にもなんないよあれ。熊ちゃんは延長できるからね。バカなんだと思う多分運営さん。邪魔でしょうがねえ、あの盛り上げたい猫なんかよ。あんなのファンタシー縛りじゃしなきゃダメだぞあれ。ああいいんですか。お前がアラブ石油ビルゲスソフトバンクさんも差し替えた。バーン、めめちゃんがいないとやっていけない。そりゃあらすごい。素晴らしいね、めめさす。すごいっしょ。めめちゃんいいのそんなに。めめちゃんありやす。みつとさ子供できたら、女の子だったらさ、めめって名前にするわ。めめ、さえぐさめめにする。いい名前だよね、めめちゃん。かわいいよね。めめちゃんにするわ。かわいい。ありやす。めちゃくちゃかわいいよね。みっちゃんが見たい？ちょっと明日だね。今日はもう寝ちゃってるからね。みっちゃん見たいでしょ結局。みつと戻ったらつまんなくなるとかさ言ってるババア連中は。結局見たいんでしょみつが。俺なんかより。みっちゃん好きな人多いんでしょ。ね。ほら、みっちゃん好きでしょ。ね。声がいいでしょ声が。ほら多いんだよ。可愛いもんね。好きでしょみっちゃん。ね。癒されるでしょ。そう。声も顔もね。戻れてよかったですよ。可愛くないけど。642号さん、じゃあ三つより可愛い子なんかいるの。あなた可愛いの三つより。どんな人が書いてんの。いないよ三つより可愛い子。